皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回はナルトのあのキャラを解説していくぜ。お願いします。今回解説するのはナルトの登場人物、被弾だぜ。なんかヤンキーみたいな見た目ね。ということで解説していくぜ。被弾、ナルトの登場人物で、暁のメンバーであり、ユガクレの抜け人だぜ。名前の由来は将棋の飛車だぜ。邪神教という非常にうさんくさい宗教を信仰してるぜ。この邪神教というのは、難事、隣人を殺戮せよを教義とするカルト宗教だぜ。戦いの最中に祈りを捧げたり、戦いが終わった後でも30分以上祈りに費やすなど、かなり熱心な信仰者だぜ。見た目の割にかなり宗教活動に熱心なのね。元から好戦的な性格で、平和主義を掲げ、他国からぬるま湯と揶揄されるユガクレの里に不満を持ってたようだぜ。そんな被弾にカルト宗教である邪神教が接触したようだぜ。被弾は殺戮を推奨する邪神教にのめり込んでいき、邪神教の人体実験により、被弾は不死身の肉体を手に入れ、被弾が唯一の成功者だったようだぜ。その後、ユガクレの忍びを多数殺害し、里抜けすることとなったぜ。彼の不死身は邪神教の人体実験によるものだったのね。自分を肯定してくれた邪神教を広めるべく、異教徒や無神論者たちに裁きを与えるという名目で無差別殺人を繰り返していたようだぜ。だが、これは戦いのための大義名分のようなもので、被弾自身、殺したくて殺してるのは明白だぜ。ペインがリモート会議で言ってた、宗教は戦うための大義名分は被弾にとっては当たらずも遠からずだったりするぜ。被弾はあまり暁に協力的じゃないように思えるわ。確かに、被弾は暁の目的やリーダーであるペインの命令にどこか反抗的だぜ。というのも、美獣の捕獲は生け捕りが条件で、邪神教は半殺しは禁じられてるらしく、ルールに違反するので美獣狩りを好んでないぜ。他にも、暁の主な目的が金集めであり、被弾は金目的で戦うことを最も嫌ってるぜ。ペインが、金が必要で、金集めも目的だと言った時は露骨に不機嫌になってたぜ。お金関係でトラブルでもあったのかしらね。それはわからないが、いずれにしても、被弾にも被弾なりのルールがあり、暁は被弾のルールに反するものが多いため、反抗的だぜ。だが、暁という後ろ盾があって自由に活動できてる面も少なからずあるためか、表立って逆らうこともないぜ。ちなみに、飛びが入る前だと被弾が一番の新米だったらしく、暁の目的も聞かされてなかったらしいぜ。まあ、飛びは実は暁の裏のリーダーなので、実質被弾が暁の中で最も新米だぜ。年齢も暁の中では若い部類よね。作品ごとに被弾の暁入りの経緯が異なってるぜ。ゲーム版では隠ず、オロチマルに勧誘される形で暁入りしてるぜ。だが、被弾が入った頃にはオロチマルはとっくに暁を抜けてるはずなので、原作者監修であるものの、ゲーム版は明らかに矛盾が生じてるぜ。アニメ版では、コナン、イタチ、カクズに勧誘される形で暁入りしてるぜ。ゲームの暁創生はかなり矛盾が多いわよね。その好戦的な性格ゆえに短絡的な行動を取ることが多く、相方のカクズからはバカ呼ばわりされてるぜ。また、邪神教以外は基本的に敬う気がないらしく、ペインに対してもクソリーダー、デイダラに対してもデイダラちゃん、若輩者と言ってたぜ。アニメでは相方のカクズに対してもカクズちゃんと呼んでおり、どこかふざけてるように見えるぜ。余談だが、暁で唯一、ナルトと面識がないキャラだったりするぜ。ナルトの声優さんは暁の中だと被弾が一番好きみたいな話は聞いたことあるけどね。カクズは信じられるのは金だけと言っており、被弾とは反りが合わないぜ。さらに、カクズもカクズで、宗教に対して否定的だぜ。だが、暁では珍しく、連携で攻撃したり、お互いの心配をしてる描写も多く、なんだかんだで仲は良好だったらしいぜ。カクズも被弾の落とした額当てを拾ってやったり、彼に忠告したりなど、保護者的な役回りが目立ってたぜ。被弾は自身とカクズを不死コンビと言ってたぜ。なんだかんだで気が合うところもあったのかもね。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。お願いします。彼の最大の特徴は不死身であることだぜ。急所をやられようが、首をはねられようが生きてるぜ。これはさっきも言ったが、邪神教の実験の禁術によるものだぜ。この不死の体は被弾が祝福に代わり邪神より賜った呪いらしく、定期的に殺戮をし続けないとこの呪いは解けてしまうらしいぜ。この不死身の能力だけでもかなり面倒な能力だぜ。基本的に死なないわけだからな。
そうね。本人曰く、暁で一番のロマとのことだが、近接戦闘を主体に行うだけあり、体術の実力はかなりのもので、アスマやカカシと対等以上に渡り合ってたぜ。ただ、不死身とは言っても、首をはねられたり、体の部位が欠損してる状態だと欠損した部位を動かすことはできず、再び接続し直す必要があるぜ。また、肉体強度も回復力も常人と変わらず、あくまでも死なないだけだし、栄養を取らないと腐って餓死するようだぜ。まあ、不死身の能力だけでも十分厄介だがな。不死身でも地味な能力の部類である暁やばいって。ということでここからは彼が使用する術を解説していくぜ。お願いします。呪術、獅子氷結。被弾が使用した呪術だぜ。相手と自身の血を利用して発動する術で、発動するのにいくつか条件があるぜ。術が発動すると、自身と対象がつながり、自身に傷を負わせるとその傷が血を舐めた相手にも反映させることができるぜ。例えば、被弾が自身の左足を攻撃した場合、相手の左足もダメージを受けるぜ。この術が発動した状態で心臓を一突きしただけで相手は死ぬぜ。ただし、自分にもそのままダメージを受けるため、不死身である被弾しか使えず、実質被弾の専用忍術だぜ。痛みはあるの？痛みも普通にあるようだぜ。だが、被弾はド S でド M なので、相手を傷つけることも自分が傷つくことも大好きなので特に気にしてないぜ。さすがに首を切られた時は、どうするんだ、出てくんだ。とブチ切れてたがな。被弾はこの術を、神の裁き、儀式、呪いと呼んでるぜ。忍術ではなく、呪術であり、他の忍術とは違うらしく、イタチのシャリンガンをもってしても不死身の謎はわからなかったようだぜ。被弾の不死身といい、呪術といい、被弾はかなり謎が多いわね。術の発動の手順としては地面に自身の血で陣を描き、相手の血を少量でもいいので蛍光摂取し、血を取り込んだ後に陣に入ることで相手と自身をリンクさせれるぜ。相手の血を取り込んだ時は体の色が変色するぜ。この色合いがパンダみたいなので一部の読者からパンダと呼ばれてるぜ。原作者は被弾のこの模様を気に入ってるらしいぜ。被弾の使う武器である鎌はとにかく相手に傷を負わせることに特化しており、鎌そのものの殺傷能力は高くないぜ。とにかく、相手に傷を負わせることに特化した形状みたいね。被弾の鎌には様々なギミックが仕込まれており、本編でも全て披露することはなかったようだぜ。他にも、この術を使用するとき、被弾は伸び縮みする黒い槍を使って自身を攻撃し、相手にダメージを与えるぜ。欠点としては陣から出るだけで術が解除されてしまうぜ。スイトンなどで陣を消しても多分解除されるぜ。条件こそ多いものの、一度術にはめてしまえば被弾の勝利が確定してしまうぜ。基本的に被弾に傷を負わされると罪よね。おそらく、二人以上同時にリンクすることはできないと思われるぜ。少なくとも、劇中では一人しかやってないぜ。この術は隠れて不意打ちすることで進化を発揮するぜ。相手に見つからないように傷を負わせ、術を発動させるだけで勝利が確定するからな。まあ、被弾の性格的にそのような方法で戦うことはなかったがな。被弾は暁最弱候補によく上がるわよね。能力が分かっていれば対応しやすいし、被弾の極上的な性格や呪いや不死身以外で戦うことがないため、暁最弱候補に上がることが多いぜ。だが、逆に言えば、能力が分かっていなければ対応するのが非常に難しく、超絶初見殺し能力と言えるぜ。最弱候補に上がることが多い被弾ですらこの強さなので、暁の強さが分かるな。そうね。ということでここからは彼の劇中での活躍を話していくぜ。お願いします。格図と共に登場し、早々に2尾の人中力である2ユギトを生け捕りにしたぜ。その後は火の寺に行き、3000万両の賞金首である地陸を殺害したぜ。その後はアスマ、鹿丸、虎徹、出雲と戦うことになるぜ。アスマを術にはめるも、鹿丸に術を見破られ、攻略され、アスマに首をはねられるぜ。だが、参戦した格図により被弾は首をくっつけてもらい、アスマを殺害したぜ。その後は増援が来るのよね。増援がやってきた上に、ペインから撤退命令を受けたことで被弾と格図は撤退したぜ。二尾の封印が完了した後は犬、鹿丸、長寿、カカシと戦うことになるぜ。格図との連携で徐々に追い詰めるが、鹿丸により分断されるぜ。その後、呪いで鹿丸を殺害したかのように思えたが、被弾が取り込んだのは相方の格図の血であり、鹿丸に笛を突かれ、拘束されるぜ。鹿丸にいっぱい食わされたわけね。
その後、鹿丸は被弾に仕掛けた起爆札を爆発させ、被弾の体をバラバラにして地面に落とし、生き埋めにしたぜ。不思議えに生きてると思われ、第四次忍海大戦では江戸転生されなかったぜ。だが、さすがに本編が終了する頃には体が腐って死亡したと思われるぜ。これで被弾の解説は終わりね。総括すると、彼は暁にしては珍しく、純粋悪と言える人物だぜ。だが、どこか間抜けな感じがして、憎めないキャラだぜ。そうね。ということで被弾の解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。